チョイス、しゃべりにくいな。ファンズチョイスガチャが来ております。さあこの時期にまだ俺たちは角刈りにしないといけないのかっていう意見が出てますよ。ということで、とりあえず何人かやべえやつがいるっていうのはもうツイッターで流れて流れて流れ込んできてますんで見ていきましょう。はい、ムバッペさん行くよ。これあれでしょ、ムバッペは101あるんでしょ。あいつアルバンラフ、あ、GK のね。あ、この人確か強かったけど公安効果ちょっと微妙だって話。そう、この人はなんか強いって言ってたね。でもまあどんなルンバには勝てないんだろうね。うん、レベルが30で5上がりで5、7ぐらい上がるから7か8上がって、あ、でも7上がれば全部99にはなるかな。クリアリングも99、キャッチングも99。そうだね、ただ懇願がちょっと微妙だと。でこもうこれ確かプレ、あれリーグ1はもうないよね確かね。ウサムアウラル、ウサムアウラル5の6ぐらい、レベルまで6。オフェンスセンスが95、ドリブル95、グランドパス96、グランドパス91、スピード89、瞬発93。ほー、うるさいぞ携帯のくせに。ヒールトリックワンタッチパス、いいね、スルーパスワックス、あ、いいね。あれこの人も悪くない、しかもう悪いやつがいないという可能性ある。ブバルカマラ、小さなヘッダーまんまくいたせると強いよ。ブバルカマラレナッツ30も強いけど懇願が4っていうのがちょっと気になると思います。能力はもうぶち抜けて強いです。めっちゃ強い。でタマラングザール、俺がミンチャマという不思議な企画で使って、この人シルバーでもめっちゃ強かったからね。それが強化されてボンバイエでしょ。でこっからレベルまで3、5から7から8上がるからね。7から8上がる、すごいことになるよ。すごい能力、今緑色の能力が全部あの、あ、なんて言うんだろう、あのアイスブルーみたいな色になるんじゃないので、今後の6でしょ、十分使えるじゃん。まあ、身長182センチなんで真ん中では使えないかもしれないけど、サイドだったら鬼よ。ファブレガスだね、こんにちはっていう感じで挨拶だけしとこう。イブラヒマしとこう。2の2の懇願効果、あ、193あるので、アンカー、あれ強くないこの人。懇願は微妙だけどちょっと使ってみたい能力であるね。でミゲル・トラウコ、ワオ、オーレリン・シェジュ、エドゥアル・カマピンガ、カマピンガヤバそうじゃん。ちょっと待って、レベル 68?11 上がる ?11 から12上がる、マジ。セントラルでオフェンスセンスが11全部上がるとして、オフェンスセンス84、ボールコントロールが98、ドリブルが95、ボールキープ97、グランドパス93、フライパスが89、ディフェンスセンスが85、ボールダッシュが90、アグレッシブスが89、スピード91、瞬発が94、フィジコンが80、90、ボディコン90。ダメでしょこれ、こんなの出しちゃダメでしょ。いや強いやつ、まあファブレガスさん以外はちょっと強そうじゃないですか。でこっちはアグエロ強いでしょ、アグエロも強い、うん、ファンダイク強い、はい、ソフミ強い、はい、カンテ強い。あとソフミはね結局使わなくなっちゃったんだよね、前のファンチョイス。ベルトン・レイナーちょっと身長がボンバー、ブルーのエフェンダンデスは実際はめっちゃいい選手なんだけどね、この人来てからユナイテッドは変わってると。ジャック・グレアリッシュ、ちょっと知らない人から出てきたね。チャンスメーカーいいじゃん、でもチャンスメーカーが微妙。ジェリー・ミナーセンターバック、あ強そう、4上がり、ディフェンスセンス、あでもディフェンスセンスがレベルまで85か、ちょっと少ないね。デクラン・ライス、5の8上がり、7から8上がり、まあ、7上がりだとしてディフェンスセンスが93、ボールダッシュが96、強いアグレッシブス96、うるさいと携帯のせいに、スピードが95、瞬発90、マジ、あ、じゃあ瞬発80だ、スピードが95じゃん、85だ、でも強そう、まんまくいったせと思ってて、後半6、185センチか、まあでも、それだったらさっきのパリの方のセンターバックのね、マラングサールの方がいいかも。アダマ・トラオレ、もうスピード瞬発99、フィジコン90、強い、ウィングストライカー、ただ、パスと決定力がマジゴミだね、フィジカルと足が速くて体が強い。それだけのおじさんだ、まあ、どっち引くっつったら、まあでもパリの方か、リーグワンの方が良さそうだね。ということで、ここは俺の運をかけよう。正直このねガチャ動画っていうのはどれを引くか、チャマの運をみんな見に来てるところもあると思う。ただ今回のはね無制限でいくらでも引けるんで、まあ引きまくってたら好きなやつはもらえます。うん。なので、配信者として、運を試そうと思いますよ。ここで、一発目に来たやつを、レベマにして、この動画で、使います。しかも、雑魚が来ても、最強と言って使います。俺の信用も、なくなる可能性がある。でも俺は、絶対にいいの引くよ。マジで頼みます。マジで頼みます。登録者が減ったりとかするんでしょうかな。マジで頼みます。直視できない。誰だ右利きの、あーよかった。でも懇願サンチェス、ダビンソン・サンチェス、あ、じゃあレナート・サンチェス、これは本物でしょう。よし、これレベルマジしていこう。よし、そういう感じでしていきます。お願いします。さあガチャウィーク、ガチャのウィークです。
じゃあちょっとレベマネしてくるんで少々お待ちくださいということで、もう今ね2000円くらい引いたらレナッちゃんが4レナとさせていただきましたんで、もうレベマになる可能性があるんちゃうかということで、皆さんにもう一度集まっていただきました。では4レナとの実力、正直なんかね最近はあのコナミさんやってんちゃうかと、なんか爆発がね少なくなったぞなんて言われてますけども、じゃあまあコナミさん安心してください、僕はねいつでもコナミさんの味方ですよ。そんな爆発がね少なくなったなんて言う不届き者ね、そんなやつはねもうフィファ勢ですよ、どっちかで言えば。いきます、4700だから、まあ大体普通にやったら3、4、12、1万2000ぐらい、爆発したら20万、30万、20万、30万、ちょい微妙やな。でもまあ3倍、あでも3倍って考えたら結構いってるか、んまあレベマにはいかないでしょうが20ちょいはいく、うん、レベマが48とかだっけ、まだちょっとかかりますんで少々お待ちください。でもこれだけでかなりコスパよくない、ほらここだよこれ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11回引いてこれだよ。あでレベマ36だ、えかなりいいね、だからこれ引いていいかもよ、金にうるさい人たちも、むしろ楽にあのレベマにできるかもしれません。ということでまた行ってまいります、カクカクカクガリーニョーパーチャマでございます。さああれからレナちゃんが 1,2,3 枚また溜まりましたので行かせていただきたいと思います。さああとレベル10ちょうだったよね、10ちょいだったからワンチャンこれでレベマがあるとね、レベマがなんだ、レベマが爆発しないがなんだ言ってる人いるみたいですけどね、そんなこと言ってコナミさん泣いてるぞ、お前らコナミさんの顔見て言えんのかよ、俺がそんな爆発の調整なんてしてないって証明してやるよ、見とけこの野郎、ちょい爆発やな。でも4倍ぐらいにはなったんじゃない、1万2000でしょ、C1 が C2 が8ぐらい、うん、ちょい爆発ですね。まあでも正直ね、すっぴんの選手たちはあんま食わせまくってもそこまで爆発しないのは分かってます、ただもうちょっと爆発していいような気はしますけどね。ということでもう一発いってまいります、バーチャマでございます。俺はねもう先が短いんだ、将来のあるレナツ・サンチェスのためにぜひレベルトレーナーになりたいというおじさんが、1ファブレガス、2ファブレガス、3ファブレガス、4ファブレガス集まっていただきました。さあファブレガス、親父の力を見せてみろ、そんなもんか、出ていけバチャマでございます。またですねレナツ・サンチェスさんお二人と、若い者の力になりたいファブレガスおっさん一人来ました。でね、ファブレガスおっさんだけで行かれると、爆発しなかった時に非常に恥ずかしい思いをするということですので、一気に行かせてくれということ、行かせていただきますお願いします。4万6000、まあレベマにならない、まだまだ無理か、あと1ぐらいいく、あと1ぐらい、あと1ですね、レベマ、あ違うか、38か、あ違う、あと1か、あと1、あと1、さあどうでしょう。でね、見てみてたんですけどね、確かにね、同じやつを食わせるとさしてね、そのなんて言うんだろうね、爆発しないことはないんですけど、うわウサムアウラル結構強そうだったんだけど、いいかな、まあいいか、ね、ちょっとね、ちょっとでも違えば全然爆発しないみたいな感じになってそうだなという感じは受けました。はい、ということでレナツ・サンチェスレベマ、最後はボールダッシュが1上がって、スピードも1、あスピード1上がりはいいね、オフェンセンス86、ボントロール、ボールコントロール94、ドリブル92、ボールキープ94、グランドアパス88、オフラパス85、決定力だけ79、カーブ87、スピード90、瞬発95、キック力95、フィジコン97、ボディコン95、ディフェンセンス87、ボールダッシュ99、よしこれは絶対に強い、俺は天才だ、いいもんもらったぞーい。では試合に行ってみましょう。はい、ということで、まあ類似選手としてはルートフリットとか多分ちょっと似た選手ですよね、フィジカル強くておじさんみたいなところが似てる、ただレナッチャーの方がちょっとちっちゃいんで、
まあそこでもそれでもね、能力的にはかなりフィジカルコンタクトも3高いし、スピード瞬発があるんで、あ、スピードはないか、スピードは一緒だけど瞬発があるんで、ちょこまかと動いてカバーしてもらいたい。ビエラ、まあ正直でもここの人たちと比べられるのはかわいそうなぐらいちょっと身長が足りてないんですけど、似たタイプの選手ではあります。まあ、多分ね、一番近いのがやっぱカンテになるのかな。カンテのオフェンスバージョンという感じになるような気がしますね。まあそれが一番近いかな。うん、でもレナッチャンといえばもうスピード、強さ、推進力がかなり高いで、守備も結構やってくれる。ただ根安だけが4だよと、そこだけお茶目ですけど、それ以外はぶっちぎり強い。でシュートがね74とかなんで、まあミドルシュートは打てないかなって思うんですけども、まあ追い越してね、2列目の飛び出しじゃないですけど、セントラルから追い越してペナ内入れば、まあそこそこの確率で決めてくれるんじゃないかなと思っております。え、ネドベドと比べた方がいいか、ボックスボックス、あ、そうだね、ネドベドかも。それ考えたらネドベドよりスピードは5高、あ、スピードは4高いし、瞬発は5高いし、フィジコンは12高いし、ボディコンは6高いし、まあ、スタミナは低いけど、あとキック力も低い。プレースキック、フライパス、あ、まあ、決定力が9低いのは結構きついか。で、ネドベドの方が、ね、若干ドリブル系とかボール持つ系は強いけど、まあ、フィジカルとスピードで圧倒的に潰してるんでいけるんちゃうかと。何かよりレナッチャンはね、守備もできるからね。ただネドベドは逆足もいけるということで。あ、どうなんだろうね、ワンタッチスルーパスついてんだ、最強じゃん。ライジングシュートコントロールか、あ、根下あるから、根下でごまかすな、なんとかするみたいなのができるのかな。さあファンダイクからレナッチャンのポジショニングはどうだ、悪くないぞ、お下がってきてボックスとボックス、ほらここいいじゃん、ほらカンテぐらいだったらシューン、ほら、あ、惜しい、オッケー、ナイスポジショニング、レナちゃん、あ、レナちゃん、おしゃ、いいね、レナちゃん、レナちゃんいいよ、レナちゃんいい、いい、モテてるモテてる、レナちゃん、ベンゼマダイレクトいっちゃおう、入るわけないか、入るわけない、今のはスピード、スピード、うん、あー強いわこいつ、機動力がちょっと他と違うね、あ、惜しい、全然違うわこの機動力が、あとは守備力、あとは守備力、ボール持った時の感じはもう合格、中盤で一番強い、そう言ってもおかしくないかも。あ、いいね、おー外からレナッツ・サンチェス、フラッする、あ、惜しい、レナッちゃん、レナッちゃんパスもグングングン、いいね、おっと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 、いやでもスピードでね、スピードでこう持てるよと、そんなにやっぱシュートを打つような場面もなさそうだから、シュート力ももしかしたら気にならんかもね、70ちょいだから割と低いよね。さあレナッちゃん、ぶち抜けろぶち抜けろ、スピードスピード、相手はメッシか、メッシぐらいじゃねえ、わらわらって感じだよね。ただこうサイドでこういうとこで持ってなんかぶち抜いていけるほどの能力は、まあ、なさそう。しかしここ負けない、ここ負けないのいいね。ああ、ファルファルファル、倒れない、レナちゃん、あ、欲しい、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、あ、欲しい、レナちゃん、いいよいいよいいよ、まだ、レナちゃん、あ、欲しい欲しい、いいね、しかもキックも蹴れるの、コーナーキック 86、 まあまあまあよ。で、ベンちゃんが決めそうだったけどな、あーもういいパス、あーあー、まんまくついてるわレナちゃん、今見た？チェイシングかな？ついてたね。さあさあ、惜しいな。いいパス。いいパスで折れた。レナちゃん、ゴー！いいね。いいね。クリバリ間違えなかった。いけ！レナちゃんいけ！いい！レナ？あちゃん！レナちゃんからのカウンター決まった！ワオワオワオ！いや、マジでいい、マジでいいわ、ここね、やっぱなんて言うんだろう、ポジショニングいいからさ、オフェンスオフェンスの能力も高いから、あそこボール取った時にさ、こう上がりが早いのよね。
さあ、こっからここクロス、あ、惜しい。もうちょっといいクロスね。やっぱスタミナがちょっとね、スタミナがまあ足りなくなっちゃう、まあ、使いすぎてるしね。レナちゃん守備守備守備、レナちゃん守備も頑張れ。あ、いいじゃんいいじゃん、うざそうじゃん。おーおーおお、レナちゃん、レナちゃんいいとこいるね。はいはい、でこうやってこういう時にさ、やっぱ攻撃的なサンチョちゃんじゃない、レナちゃんは。やばいやばいやばい、結構あの高い位置にいるからパスね急いで出さないと、ああいう感じでアンカーが孤立 してしまってキャインっていう場面はあるんで、そこは気をつけなきゃいけないね。オフェンス的な、サンチョ、サンチョが早い、はいはい、あ、ダメだ。言うほど瞬間でずれなかったということで、試合は勝てなかったけど、レナッチャーの強さは十分通用したんじゃないかと思います。ちょっと最後サンチョで気持ちよくね、あ、もう気持ちいいプレーがない分カッコつけたすぎたけど、あ、でも 6.5 か。一方フリットはもう怠けね、たるんでるフリットは 5.5 ですよ。で、まあ、ドリブルやっぱ使いすぎたね。156キロ走やりすぎだもん、ドリブル。でも全然モテちゃったっていうのが結果よ。でパスも22の17、クロスが2、クロスもうちょっと頑張ってほしかったね。タックルは0で、パスカットが2だから、まあ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 いいんじゃないですか、いいんじゃないですかということで、まあ結果は残せませんでしたが、このような感じでレナちゃん活躍はしてくれましたということで、レナちゃんをね当てた人はぜひ、やっていきたいと、やってくださいという感じですよ。まあ明日もね暇だったら、この選手が一発目に出た選手を褒めちぎる動画作りますんで、ぜひ皆さんも、こいつ微妙かなって思う選手が出ちゃったとしても、まあ結構回す人はね簡単にレベル1できるんで、やってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。Bye.